大丈夫ですかね、画面、BGM、マイク、その他、もろもろ。はい、どうも、ひずみすとさんいらっしゃいませ。はい、こんにちは。さんこめさんもいらっしゃいませ。どうも、こんにちは。ということで、はい、珍しいですね。4個目で4、はい、おめでとうございます。いらっしゃいませ。じゃあ、とりあえずまず、挨拶から。ファイアエンブレムは昨日で一部クリアしたんで、一旦中止というか、お手半。いや、別に、どうぞご自由に。つけたい方はつけていいですし、別に、つけたくない方は別にいいですから、はい。ポテさんもいらっしゃいませ、こんにちは、ということで、はい。じゃあ、とりあえず挨拶から。はい、どうも、はい、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む神帝王です、はい。この時間で平日の昼の部ということで、今日から新たにスタートすることにした、任天堂スイッチ版の、ロマンシングサガ2の、HD リマスター版の、開発全般禁止の、まあ、縛りプレイをやろうと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい、ブリトーさん広告ありがとうございます。チェイユカレー。どんなカレーなんでしょうね。じゃちょっと食べてみたいですね。はい。一旦永久。何のことでしょうね。はい。題して、とりあえず題名、仮ですが、一応、シチュエイごとき、低予算する配信ということで、まあ、やらせていただきますので、よろしくお願いします。はい。まあ、見ての通り、本当はっていうか、まあ、スーパーファミコン版で出たね、ロマンシングサガの超えて、ね、まあ、リマスターっていうか、グラフィックが結構ね、綺麗になってますよね。どれくらいのあれなコケハンならいいの？あんまり不謹慎じゃなくて、例えば、ね、正規の名前使ったようなコテハンだったらもうちょっと NG 気ですよ。父英雄の底の上に行ったか。わこてよ、やっぱりにはいいもんだな。やっぱ第2くらいに乱戦しました。あなた絶対土さんでしょ。はい、ダブル。やっぱりね、まあ、僕もやっぱね、ロマサガだね、2が一番思い出ありますからね。はい。19個目さん、21個目さんいらっしゃいませ。はい、どうも。こんにちは、ワコということで。まあ、ちょっとせっかくですから、オープニング見ましょう。結構オープニングもね、やっぱり、結構好きですからね。そこの、低音、内臓だから大丈夫だね。はい、何のことですか。はい。内臓でも正規でしょ。はい。23個目さんいらっしゃいませ。はい、こんにちはです、ね。今日焼肉とビール屋。いいですね。こういう暑い日にね。まあ、僕はお酒ダメですけど、はい。25号目さんもいらっしゃいませ。こんにちは。どうでしょうね、実際。開発とね、建物とかのね、大学とかの建設も禁止で、まあ、どれだけやれるかわかりませんが、まあ、積んじゃったらごめんなさいってことで。まあ、多分まさかね、これリマスター版結構追加要素っていうか、追加ダンジョンあるから、そっちうまく利用すればなんとかクリアできるんじゃないかなと思うんですが、ね、はい、26個目さんもいらっしゃいませ。こんにちは。まあ、ルール一応下に書いてありますけど、あと、クイックタイムも一応禁止で、まあ、それでなんとかやってみましょうか。だから多分、術はね、でもそれでも必須になるでしょうから。宮廷魔術師はね、多分欠かせない存在になるんじゃないかなと思うんですが、はい。26個目さんもいらっしゃいますが、ここです、ね。こうやって一部の敵はね、こうやって動くんでね、ニュルって動くんですよね。出た、グランドスラム。帝王マック食べた？今日は食べてませんよ。はい。アーリーさんいらっしゃいませ、こんにちは。うねうね動いてて消えむ。ね。シチュエイユの名は再び語られ始めた。そして彼らは来た。昼はザルそばでした。だが。ここでね、シチュエイユのね、全員ね、登場するのむちゃくちゃね、うわ、優雅すぎる。鳥肌立ちましたよね、当時。あれ若干ずれてはいないか。ね、
この2って出るのね、なかなかエースこってましたね。こうダンク、ダンタークでしたっけ。じゃあやっていきましょうか。はい、ということでお待たせしました、スタートします。うん、確かね、ニューゲームでね、あれなんか前回のデータ引き継ぎとかってなんかできるんですね。何でしたっけ、引き継ぎできるの、技の道場の技とかなんか引き継ぎとか、あと多分資金とかかな、もう引き継ぎ残念でした。コンティニュー、あのこれ、うん、データサブの方のアカウントでやってるから、データやだ、見られたくないから、ちょっと主人公のっていうか、あの最終工程の名前、あの中あアイテムもですか、ちょっと中人の名前なんで、ちょっと見られたらちょっと自殺者の恥ずかしさがあるんで、ちょっと、うん、これデータありませんから、やっていきましょう。ニューゲームで嫌ですよ。じゃあね、初見じゃありません。だから一応これ、うん、一回クリアしましたから、嫌ですよ。ということで、はい、新規データでじゃあやりましょう。何これ、追加コンテンツあり、追加コンテンツ何のことですか。41個目さんやします。こんにちは。友情だもん。違いますよ。追加コンテンツどうしよう。ありでいいですかね、一応。救済措置。救済措置ちょっと必要かもしれないから。はい、ラボさんいらっしゃいます。こんにちは。じゃあ、ありでいいですよね、多分。場合によってはね、多分追加のね、食料とかもね、キャラクターいますから。ありでいいよ。いいですか、うん、じゃあ、ありで。じゃあ性別はまあもちろん男で、はい、じゃあいつも通り帝王で。はい、47個目さんらしい。アリダはまだですね。ファイアーエンブレム2部はどっか行っちゃいました。はい、1年後か10年後か100年後かどっかです。はい、48個目さんらしいます。こんにちは。しばらくとかに行った。いやあんまり恥ずかしいからやめて。ね、ラストエンブラって、ぬるくなるって嫌ですよ。男がいい。ここ男ですからね。はい、決定。うん、じゃあやっていきましょう。まあこれ分かる人には分かるんですけどね。右下に。うん、帝王男だったの？そうですよ。むしろ女だと思ったんですか。マック赤坂みたいにマック帝王にしてほしかった。いいですよ。そういうひねりは。ここに始まるは遥かなる戦いの歌、偉大な帝国と麗しきアバロンの歌、夕飯なんでしょうね、わかんない。そして代々の皇帝とその仲間たちの歌、この歌を歌う上、お偉いよ、精霊よ、我に力を与えよ。今昔皇帝レオンの時、帝国アバロンの小さな国に成り下がっていた。早いな、明日のとか決まってないでしょう。大陸は朝のように乱れ、争いは絶えなかった。朝のように乱れて表現すごいですね。レオンは統一の志を立て、日々戦いに明け暮れた。彼には二人の息子があった。大式ビクトールと優しきジェラール。その日レオンはジェラールを連れモンスター討伐に出た。ロマサがソシャゲ染めたのか。ソシャゲじゃありません。リマスターマネサイ。57個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。よいか、ジェラール。我々はインペリアルクロスという陣形で戦う。私が中心に立ち、防御力の高いベーガー戦と、両サイドをジェイムズとテレーズが固める。バグ技は改善されてるのかな？バグ技どうでしょうね。あんまりその辺覚えてない。多分、修正されてんじゃない？てか、ロマサガ2ってバグ技どんなのありましたっけ？ちょっと覚えてないな。テレーズが固める。お前は私の後ろに立つ。お前のポジションが一番安全だ。安心して戦え。ここのモンスター。できないんだ。ここのモンスターに。まあ、どうせこの縛りだったらお金いらないから、まあいいんですけどね。ここのモンスターには付近の住民も苦しめられている。モンスターを追い払い、このダンジョンを封印するのだ。なるほどね。うん。アサイとか。みんなも頼むぞ。これで、ね、一応。まあ、人形はあれですけど。お決まりの5人がね。ん？JP 術ポイントかな。どれだ？ B ボタンか。あ、やべえ、人形乱れた。まあいいよ。
へえ、あ、結構ね、綺麗なんですよね。どうしよう。10ポイントあげた方がいいかな。もうどうせね、あれだし。術ってでも高い方が引き継がれんでしたっけ。まあ、ライトボールやってそうなんやか。条件はい。いや、暑いですよ。今日は暑いですよ。どうしようかな。弓のもいい、弓のがいいかな。サイドワインダーまあ便利ですよ。まあ、ティッシュ。ライトボール。まあ、この辺りはまだつけてませんよ。扇風機で我慢してますよ。ちょちょちょ。このゲームね、こうやって戦闘するたびにね、まあ分かる人は分かるでしょうけどね、ね、戦闘回数がそのままね、敵の強さに比例しますからね、これ。戦闘ね、あれだからってね、どんどん逃げていったら、やばいことになりますからね。扇風使わないで。ね、なんでですか。使ったっていいじゃないですか。これボスでしたっけ。たったら。ね、そんなことできんの。無理なんだ、そりゃ。まあ、できたらね、あれでしたっけ。クーラー使って、お金ない。電気代をなるべく節約しないと。よし。あ、強いしね、なんか。こんなにテレーズ強かったもんね。クリスナイフ、これ何でしたっけ。皇帝様、ごきげんよう。はい、どうも、うん。このゲームでは僕皇帝ですかね。まあまだ今王子の段階ですね。クーラーはありますよ。ちゃんと動いてますか。壊れてないか。67個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。ジェット、扇風機1時間強しで電気代1円なんだって。え、そうなの。いやー、ダメですね。あんまり、あ、死んじゃった。まあいい。結構ね、雑魚敵も普通に強いですかね。ちょっと油断したら簡単にね、こうやって送られますからね。どうしよう。ね、あとロマサガ2って言ったら、やっぱりね、死んだ時の。LP がね、あー、ちょ、なんなの、ちょっとどうしよう、逃げるかね、一回ね。どうやって逃げるの？いやー、どうでしょうね。早くなればいいんですけど。いやー、強いなー。全然テレーズがしのげないっていうか。こんなんでいいんですかね、本当に。武器防具。うん、その工程です。はい、72個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。今日から始まる、ロマサガ2の。お坊ちゃま、体術でいいかも、剣引き継いだ。でも今、術は、そっか。体術、まあ、体術は体術でね、エキスパートいるから。そこでね、引き継げばいいでしょうから。はい。アーヤンさんいらっしゃいませ、こんばんは。一応、うん、開発っていうか、開発と建設も禁止しようかなって思ってますから。まあ、それでクリアまでいけるか、なんとか頑張ってみますが。最悪、このゲーム、セーブデータの引き継ぎって、ね、できますから、その、最悪積んだらその引き継ぎで再開すれば多少は楽できるでしょうから。そういう系でやっていきますから。よろしくお願いします。やたらな、慣れてきたら目隠しもします。しません。どんだけ慣れたら目隠しできる。綺麗な画面ですね。リマスター版ですか。そうです、リマスター版です。今はサルブツアだけですよね。何のことですか。ただそのね、スーファミのそのエフェクトっていうか、そのあれが残ってるか、一瞬ラグっちゃうんですよね。ダッシュしようとするとダンジョン、そこはちょっとね、やりにくいっちゃやりにくいんですが、
その資料がね、分かってないと。でも、術禁止ですからね、今回、ほぼほぼ。ねえ、何がですか？できません。無理ですね。人生やり直さないと無理ですから。はい、ダンテさんいらっしゃいませ、こんにちは。父上、お帰りなさいませ。ジェラール、怪我はないか？大丈夫だよ、兄さん。父上の足手まといにならないようにするのがやっとだけどね。弟は戦いよりも学問の方に才能があるようです。無理に戦闘に連れて行かずとも良いではありませんか。いや、術研究所もやめようかなって、縛ろうかなって今思ってますから、ちょっと変えとくかも、今のうちに。ちょっとお待ちください。ド M。まあ、これね、データ引き継ぎあるから積んだら、やり直しできるならなんとかなるんじゃないかな。でも生命の水は使う。え？生命の水は覚えてるキャラがいれば使っていいでしょう。最低限肯定でよう。どうしよう。どうしよう。これでいいかな。ちょっと待ってください。どうしたの？ん？いや、ちょっと縛りのルールか変えたというか書き直したというか。はい、じゃあ、ちょっと直したんで。そかそか。はい、戦いは私の務めです。シチューが帰ってきたというが、争いが収まる気配はない。戦いも当分続くだろう。ジェラールも戦闘経験を重ねてビクトールの片腕として働かねばならぬのだ。全滅したら働く。何言ってんですか。ジェラールの才能は内戦に生かすべきでは。熱いですね。寝ないわけじゃないですね、はい、どこに寝ないわけって書いてあります。オアイブという女がお見通りを願っておりますが、またか。連日熱心に通ってくるな。仕方がない、通してやる。モコミチかな。違います。お見通りが叶いまして光栄です、皇帝陛下。まだお若いな。魔導士というから相当な年寄りかと思っておったわ。食べますよ。お前たちは下がってよいぞ。初見プレイと聞いてきました。初見じゃないです、初見じゃないです。95名さんいらっしゃいます、こんにちは。初見プレイはあの夜やる聖剣伝説3の方です。あの女魔導士今日はついてたな。父上が話を打ち切る出汁に使ったわけだ。ジェラール、無理するなよ。ジェーケー、いないね。何オイオリーブって。まあ、特に意味はないんですよね。リセットも禁止か。さして、自信ありじゃない？いや、最終工程はさすがにリセットっていうかね、あれですけど。ここ倉庫でしょう。ん？何？装備が重いと動きが鈍くなります。体重計、体重計って確かね、これ、リマスター版の追加要素ですね。体重計でジェラール8。160。体重がね、装備って言ったらね、この間の、FF2 なんかもそうですよね。なんかその装備が重くなるとね、回避率がっていうのが、装備の重さがドマサガ2だと何どうなのか、素早さに関係するんでしたっけ。あんまり分かってないですが、確かここでね術を教えてもらうんですよね。ジェラール様、術は使っておいでですか。使わねば成長しませんよ。エメラルド、あいにく術は学んでいないんだ。体術だ、そうなんだ。はい、102個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。はい、103個目さんもいらっしゃいませ、こんにちはです。これは一応スイッチ版の方です。では私がファイアボールをお教えしましょう。カウンターの成功率、へえ、そうなんだ、結構大事なんですね。え、術どっち、別にいいでしょう。ジェラー様、学問の方ははかどっておられますか。
アリス、最近は父親とモンスター退治に行くことが多くてゆっくり本を読む暇もないよ。術静音にもスイッチが3つついてるよね。何のスイッチですか。この辺ね、ちょっとあれですけど、たるいからとっとと。ここ、夜の体術お願いします。夜の体術、僕、パーフェクト DT だから、そういったね、教えてもらう、ね、教えてもらっても使う機会がないんですよね。はい、108個目さえいらっしゃいました。これ、どうでしたっけ、外行って、戻ればいいんでしたっけ。頭を使ってますか。え、しませんよ。頭使ってませんよ。頭使わないからファイアエンブレムね、やめたんですよ。ふう、もう少し頑張らないとな。これでイベント進むんでしたっけ。あ、いったいった。父上、先ほどの女、何の話でしたか。宗門の九人衆が危険なやつだと注意しに来たのだ。しかし九人衆も七英雄の一人。え、山口莉子ってどこ行ったの。さあ、わかりません。気を許してはいないが、そう無茶なことをするやつでもあるまい。父上、次はどこへ。東だ。オッチマンを討伐するぞ。ビクトール、後を頼むぞ。はい、父上。ジェラール、頑張れよ。こっちが、まあね、確か、収入ね、収入と総予算でしたっけ。62万8000。自信満々。あれ、これどういう、ああ、こっちか。まあ、ちょっとセーブしとこう。ウォッチマン、どこでしたっけ。先ほどの女と散髪やった。やったの。どうしよう。そしたら、で、術覚えたらね、でも、ファイアボールで、こっち殴りでいいかな。でも、そう考えたらね、宮廷魔術師、でもあれか。火と水がね、あれですから。ああ、やっぱ暑いですもんね。火あげて、まあ術ポイント上がるからいいか。お、来た、デタラメや。ドドドドド、カツ、さらやめて。何のこと。ジェレちゃんのデコ可愛い。ね、うん。商品。今日のおやつは？え、おやつは食べてませんよね。気持ちいいですね。やっぱロマサガ2のね、醍醐味というか魅力って言ったらね、やっぱり技ひらめきでしょうからね。でもね、敵の援護なるべくね、避けられるのはね、避けた方がいいです。さあ、どうでしょうね。なんで僕の家がここなんですか。ちょっとボタン操作があれだな。どうしよう。これ消費が2台、今2ってことですね。なわけないでしょ。こんな呪いありてあったらね、見てみたいもんですよね。あ、出た、パーリー。いいね。
ボタンのあれがスーパー版とちょっと違ってんですよね。これどっちでしたっけ。パリッタ、勝ったな。か、勝ちましたかね。帝王の口癖シリーズ1、あくまで史実の一環ですから。何のことですか。何のセリフですか。よし、パリしとこうか。あら、パリの出番がなかった。あ、でもよく考えたらっていうか今更ですけど、これっていうか、ちょっとやばいかな。これデオンの時って全滅したらアウトなんでしたっけね。そうですよね。よく考えたらレオンで死んだら代替わりもできないんですよね。またクライム入ればなんとかなるでしょう。ファイヤーボール。ね、パリ。どうしようかな。でも回復使うのも惜しいですからね、ご両親。ベアー、ちょっともうしょうがない。2段ずれ押して倒す。あー、やばい、まずい。ドーン、ガセ、いけ、ジェラール。じゃあやっぱりハイザックはいいよね。ハイザックはいません。勝った、危ない。これでね、こっちのバスタードソードでしたっけね。誰かな、ジェームズでいいかな。変えれないですよね、さすがにダンジョンは。今30分だからどうかね、時間的にどの辺までいけるかね。で帰ると、何があったのだ。ビクトール、しっかりしろ、何があったのだ。父上、流し切りが完全に入ったのに。名前変えられないの。名前はネタバレになるから内緒、変えられないです。流し切りが完全に入ったのに。アバノはこの私が守る、我が剣受けてみよう。負けず。いや、うねうねしてるのもちょっとキモいですね。どこでしょうね。く、今一度流しきりっと。ほう、なかなかやるな。だがまだ若い。ソウルスティール。流しきりおじさん。おじさんは失礼でしょ。まだお兄さんぐらいの年齢じゃないの。動かせ。R18 の動き。そいつは確かに総門の苦人士だと言ったのだな。はい、町にオアイーブという女魔導士が滞在しているはずだ。探してここまで来るように伝えるのだ。は、流しそうめん。苦人士、許しておかんぞ。これでね、クジンシーは信じがたいが、ではどうやって秘宝、力を受け継いで伝承ジェラールに。
兄さん、兄さんが負けるなんて。ジェラール、行くぞ、弔い合戦だ。はい。大丈夫かね、LP は。回復はしてないのかな、これ。ここで止まればね、一応、すぐ回復はできますが。さーて、どうすんじゃ、行きますか。まあ、やることないけどね。はい。はい。ね。特にどうしようか。買い物とかなんかした方がいいかね、ちょっと。弔い合戦だ。装備が、ね、なんかいいのあれば。ね、開発は禁止ですけど、別に。買い物禁止とはね、言ってませんから。どうせなら買い物も禁止にしろよ。いやー、買い物も禁止？じゃあいいですよ。しね、低予算って言うなら。はい。でも、つまない？大丈夫？つまない？つまないならいいんですけど、まあ、いや、143個さえいらっしゃいますよ、ここじゃ。じゃあ、買い物も禁止しますよ。なんか、どんどん縛りきつくなってない。大丈夫？本当にこれ、つまない？俺は優しいからマップは禁止にしなくていいよ。何のことですか。ベアがいる限り大丈夫。大丈夫。大丈夫。禁止使わない縛りでクリアしたことあるから。本当？そう、いやでも僕ができるかどうかってのはね、また別問題でしょうからね。はい。最悪サブフレームリセット使ってる。使えませんよ、そんな。そんな高等技術、僕がどうやって使えるんですか。序盤ね、テレーズがさすがにちょっと脆すぎるからね。帝王の口癖シリーズに、はい、ここを刺激すると女性ホルモンが活発化するんですよ。いりません。どこのマッサージ師ですか。それよく言う。よく。なんで153個目さんがマッサージ師なの。あんまりパリってね、そんなに効かないっていうか発動しないですね。やめた方がいい。いや、まずい、後ろ捕らえた。帝王注意して、ほぼほぼ警察が待機してるよ。どこに？なんて、いいじゃないですか、別に使ったって。ああ、何？また狙われた。ちょっとテレーズ弱いよね、やっぱり。これね、クジン氏倒すまでテレーズ残るかな。多分死ぬでしょうね。これどうなんでしたっけ。なんかこのあれになんかミミックいたような気がしたんですが、ですよね。しかも人権乱されんの、これ。逃げるしかないでしょう。初見ロマサガに青春を捧げた男。はい、ロマサガに僕はそこまで青春捧げてないから、多分あんまり見ても面白くないかもしれませんが、よかったらですか。何 PDT ということはエネルギーが余って。なんでハイメガランチャなの。パーフェクト DT ですよ。戦闘のテンポはちょっとスーファミより早いや。本当
確かにちょっと演歌ね、あれが切り替わりがちょっと早いかな。この辺のせいで同時高校受験失敗した。そうなの。そうなの。正直それだけが。どうですか、それはすごいですね。僕は何でしょうね、あのゲームのせいだったのかね。マリーはいるかな。当たらん。硬い。夜勤病棟？違いますよ。なんでエロゲで、なんでエロゲのために高校受験失敗しなきゃいけないんですか。縛りってことは初見ではないの？うん、そりゃさすがに初見でそんなにね、こんないっぱい縛ろうなんてことは考えませんよ。やべ、お金はね、ただこの縛りだといらないですね、確か。全国ランスのせいで受験が来た人はいるし。そうなの。土下で高校受験失敗しました。それはそれで悲しいですね。ひじり剣も縛っていいのよ。嫌ですよ。初見プレイだからね、縛ろうにもどう縛ったらいいかとかわかんないじゃないですか。やったことないゲームなんですから。でも中学生の時ゲームしてたんですよ。それはゲームはしてました。でもさすがに中学生でエロゲはねえ、やってなかったです。なんでそっちの縛り系になるんですか。また死んだテレーズ。どういうこと。ちょっと待って、引きこもりになったら分かるんですか。クレカ地獄ってどういうこと。ああそうですね。なんか精神異常はほぼほぼ防げるんでしたっけ。そう思って、結構貴重品ってね。生活費をクレカで。生活費はそういうこと。本当に何、働かずにってこと。ジェラルでいいかな。こんにちは。スーファミとは思えないくらい脱出以前。スーファミじゃないですから。はい。吉井さんいらっしゃいませ。こんにちは。縛られるのが好きじゃないんですが。生活費をね。ゲームで高校失敗したの？あれちょっと待って。あれスーファミ、あれ防具って3つでしたっけ。あれ4つじゃなかった。あれロマサガ2って防具の欄4つじゃなかった。あれ気のせい。あれ3つ、えあれどうでしたっけ。減ったんだ。あれマジっすか。なんだよ、チャンスだった気がするけど。あれ道で変わんなかった。スリーとか混同してるかね。3プラス、でもスリーはね4つできましたよね、確か。キャラによって4つ目が固定でついてる。ああそうだったか。スリーと混同しちゃったかな。いやちょっとここもまだミミックいますよね。なんでか知んないけどね。序盤なんかやたらとねミミックが出るんですよね。むしろね序盤以降は全く宝箱にねそういうトラップはないんですが、なんでか知らんけど。じゃあ、どう？あ、全然クローン。買った。
帝王の口癖シリーズさん、私からは見えてないんで大丈夫ですよ。何のことですか。何が見えないってことですか。まあ、うざいな。Gジェネレーションアンケートで勝ったら一応ね候補にね G ジェネ再開入れましたがねえアンケートで選ばれなかったんじゃねえ需要ないってことですからね。そう考えたらしょうがないでしょ。あと2か。まあいややりだけやっちゃえ。あれ、ちょっと魔界村暗記しますよ。なんでですか。やりませんよ魔界村。ミニックをソウルスティールしてくるらしいね。ああ、そうなの？なんか、ソウルスティール、ね、ソウルスティールのなんかね、習得だかなんかのあれで、ミミックがどうとかなんか聞いたことありました。でもね、戦いたくはないですよね。どうしよう。早っ。無理でしょ。どうすれば今日クリいけるんですか。おやつさんが上げてたな動画を。ああ。もう使えないか。あ、間違えた。序盤だけあってめちゃくちゃヒットポイントね伸びますよね。またか。めちゃくちゃ多いですね。え、理由にバー違いますよ。ユニバースはスマホのあれでしょう。うわー、影が出てきた。ちょっと怖いかね。名前何にしたっけ。え、シャドって何にしましたっけ。覚えてないな。シャドな、何でしたっけ。覚えてない。ティファがか、ティナがカレーでしょ。いやだからロックがねドリコンで何でしたっけ。あれ、エドガーがね、投入でしたっけ。ねえ、マッシュが中立。シャドウなんだ、なんでしたっけ、覚えてない。動画見て思い出すかもしれませんが、なんでしたっけ。あ、やべ。あ、やべ。ワコス、ルールに書いてないけど、はい、アバロンの円と新芝居はありね。アバロのそのってちょっと待ってください。あ、犬ドックでしたっけ。そっかそっか。はい、193個目さんいらっしゃいませ。アバロのそのって
何っていうか、あれじゃなかった、お金が貯まるやつじゃなかった。やり込んでないですよ。なのにこうなっちゃったんですよ。アポロさんいらっしゃい。でもこれ、あのロマサがリマスター版はあのデータね引き継いで最初からやり直してあるから、いざとなったらそれやればなんとかクリア時間かかってもいけるんじゃないかなと思うから、まあリマスター版ね、こうやってデータね引き継げばなんとかなるかもしれないか、まあそれで頑張りましょう。アバロの園って何、あれお金増える設備じゃなかったっけ。まあ新市街も特にやるつもりはないですよ。出勤市がエグすぎるわね。でもクリアできる人がいるってね一応言ってますから、まあ円もお金増えるね、なんとかね。だからやる意味ないじゃない、だから禁止じゃないけどやるメリットがないから別に縛る必要ないんじゃないかなと思うんですが、まあなんとかなるんじゃないかな。夜勤も禁止にしようぜ。さすがにそれやったらもう本当に絶対積むでしょ。何言ってんですか。別に僕は積みたいって言ってるわけじゃないですからね。それがね本当に禁止になったらもう絶対積むでしょ。うわー強いなー、まずいかな。ちょっとこれも、何回目くらいなの？いやそんなに言うほどやってもいないでしょうけど、あんまりだでか、何回かやったって言ってもね、縛りプレイ自体はやったことないから、きついんじゃないかね。また来た変なの。え、当たらんの？なんで当たらんの？なんで当たんないの？きついなわざわざ出向いてきたか。頭を下げてアバロンを差し出せば我が重心に取り立ててやってもいいぞ。息子の仇だ、覚悟しろ。そんな用事か、くだらん。私の力を見せてやったのに勝てる気でいるとは頭の悪いやつめ。人権縛りがないのはなんでそこまで縛る必要ないでしょう、ね、そこまで僕やり込んでるわけじゃないんですから、勝てる気でいるとは頭の悪いやつめ。アバロンは実力でいただくとしよう。息子のところに送ってやる。わぁ、ぬるぬる。これでもダメージ一定以上与えないとダメなんでしたっけ？言って、ねぇ。どう？ダンバー。ソウルスティール見切るの、シバロン。見切れないから大丈夫です。さすが新宿、調子乗ってるな。初見です。はい、縛られるのが好きなんですか。好きじゃないですけど、好きじゃないけど縛りでも入れないとね誰も見てくれないと思うね、思うからこうやってね縛ってんですよ。はい、わたぼんさんですかね。はい、いらっしゃいませ、こんにちは。あ、まずい、ちょっと待って、わかんないけどちょっと待って、やめ、ちょっとまずい、死んでたらまずいんでしたっけ、レオンって。あ、大丈夫でしょう、気づくすぎて生き返らせればいいんでしょう。でも、もう傷薬がないってことですからね。
ぱり使っとく。むむ、これはたまらん。あれ？ちょ、何してんのあれ？まだだっけ？ちょっとまずいぞ。回復がもうないのに。誰か他に傷薬持ってる？いない？傷薬持ちや？いない？いない。何今ひらめいた。巻き打ち。どう？本気を出さねばなるまい。ソウルスティール。ドン。わあ、負けた。ジェラール、はい、ここにおります。どこの名シーンですかね。はい、teo.com さん、いらっしゃいませ。こんにちは。お前が次の皇帝だ。お前は苦人心と戦わねばならん。はい、だが今のお前では勝てん。私の力を受け継いで戦うのだ。いいな。はいはい。違う、もっと真剣になるのだ。あの女魔導士は伝承法というものを教えてくれた。どうやって連れ帰ったんでしょうね。伝えるものと受け継ぐものに強い意志があれば、志と能力を受け継ぐことができるのだ。あの女が何者かわからんし、ただの出任せかもしれん。しかし、お前とこの国が生き延びていくにはこの方法に頼るしかないのだ。奴の必殺技、ソウルスティーラー見切った。この幹、お前に伝えよう。父上、まさかそのために苦人心と戦ったのですか？あの右爪目が父上をそそのかして。ジェラール、私のことなど取りに足らん。伝説では七英雄は世界を救ってくれるというが、実際はどうだ。あの苦人心には世界を救う気などないようだ。奴が偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎるのか。どちらにしろお前は強力な七英雄に立ち向かわなければならんのだ。奴らが苦人心のように残忍な奴ばかりだとすれば、七英雄を倒さねば世界の統一も人々の平穏な暮らしもない。お前は自らの人生を捨てて戦う決意はあるか。いや、ないね。はい、よし。みんなは苦しい戦いになるだろう。だがその決意がある者に力を受け継いでいくのだ。ジラール、私の魂は常にお前と共にあるぞ。さらばだ、父上。父上。あ、こっちか。はい、パジャマ皇帝。あ、パジャマってするか。懐かしい。絶対嘘でしょ。この力は苦人心が余計なことしなければ七英雄は滅びなかったのに。ですかね。このシーンも好き。ビクトリー、ビクトール様について陛下までも。ああ、帝国はアバロンはどうなるのだ。ゴブリンが攻めてきました。不幸につけ込んで来よったか。もはやこれまでか。父上、お守りください。落ち着け。モンスターの数は城壁が破られるほどか。いえ、町を略奪しているだけです。よし、撃って出るぞ。ジェラール様、無茶をなさらないでください。せめてエリスグリのものをお連れになって。ヘクター、ジェラール様とご一緒しろ。俺たちが雇われていたのはレオン様がいたからさ。ジェラール様なんかについていく理由はないね。ジェラール様が皇帝じゃ、この国もどうなることやら。貴様、なんという。わかった、ヘクターの言うことももっともだ。誰か他の者と行こう。ジェラール様の皇帝陛下のご出陣。ご出陣。よっしゃ、回転してやる。殺してやりましょう。あんなやつはもう入れない。ということで、どっち入れましょうかね。入れるとしたら、
あれ？どっちがいいんでしたっけ？こっちが？やっぱロマ早いな。風でしょ？こっちが火でしたっけ？水が欲しいんですよね。縛りプレイだとこの流れで打ち4にするのくさ。そうですかね。わらわら。ああ、そうか。もしかしてっていうか。はい、キラさんいらっしゃいませ、こんにちは。今、2代目、襲名したとこです。ああ、そっか、バスタードソーダ。これはもう取っとかないとね、本当に。術禁止ってなったら。この辺もなるべく使わないようにしとかないと。特に傷薬は本当に貴重品でしょうからね。最悪、七栄戦ぐらい見据えて使わないと。ああ、こういうことか。あと人権。すごく狙われにくい。行動するまで。行動してから。スピードが下がるってこと。兄上に代わってアバロンを守るのだ。速さ下がるのに行動後防御とか打ちぐさぐさね。成長朝原昌光さん、はいはい、朝原昌光さん、はい、ご報告ありがとうございます、ね、ああ持ってない、よかったよかった。されてないからマスターレベル上げるのはそんな難しくないはず。え、まあなるべくルドン奥にも しないようにはしたいですよ。はい、テオ様ニコ生でもやってますよ。ニコ生で配信してますよ。はい、246名さんもいらっしゃいませ。こんにちは。朝原昌光のおかげ、何のことですか。申請画面は親切になったのに、防具の数値は相変わらず全然見せてくれないんだね。みたいですね。あ、携帯アプリ版じゃダメだ、これスイッチ版だから。ボード特性ぐらい見れる。持ち物画面とかダメかね。なんかダメ、これじゃ無理らしいです。攻撃の音を口で表現してもらいました。めちゃくちゃ無茶ぶりですね。無理無理。助手
はい、253本目さんいらっしゃいませ。こんにちは。どうすんでしたっけ、全部倒さないといけないでしたっけ。条件不良不良、え、あー、ちょっと死んじゃった、ちょっとちょっと弱いぞ。デュピュデュピュデュピュが、あー、やっぱ見慣れるとこんなにひどい。ドピュディフレクター体験版のパリか。コミュニティをフォローしました。ああ、どうも、はい、フォローありがとうございます。ロマサガ2、うん、低予算縛りやってますけど、まあちょっとうまくいくかわかりませんが、まあリマスターは最悪積んだらね、データ引き継いでやり直しとかもあるでしょうから、まあ最悪なんとかなるでしょうから、それでやってみましょう。どうやって仕掛けるんですか。はい、260個目さんいらっしゃいますか、ね、こんにちはです。なんでなんで大丈夫です。こういうね、爆弾仕掛けたとかね、ほぼほぼ脅しですから、大体はね、そういうの犯罪予告は大体脅しですからね。あれ、もういないって。あ、いたいた。わかんない。ケケンって、ジラール様の力を見くびっていました。あんな暴力を吐いたからにはどんな処分でも覚悟しています。気にしなくていい。私自身も驚いているのだ。自分の力に、これからも共に戦ってくれ。はい、襲ってきたゴブリンたちの住処が西にありますが、どうしますか。そこへ行く総目は、とりあえずそっち行きましょう。総門攻略の前に後方の安全を確保する。お前はとりあえず処刑だ。ヘクター、よろしく頼むぞ。はい、陛下、戦士が必要な時はいつでも声をかけてください。まあ縛ったからっていうのもあれですけど、開発ができないっていうのもある意味ちょっとね、ヘクターもお前の責任から楽しみがないっていうのもあれですね。ね、ここ見てね、何か出してないでしょ。ちょっと待って、回復はされてる。術ポイント、技ポイント、じゃあまだ1時間ですもんね。結構ここまでさらっとやった割には、ヘクターを MG に入れたの。入れてはいませんよ。ちょっとどうしよう。ちょっとトイレ行きたいかな。ちょっと休憩しましょう。ちょっと、はい。もしよかったら、ツリックマンやってください。はい。ちょっと暑いの、今日。
はい、じゃあ、よかったら。開発禁止は自分もやったことあるが、正直ぬるいしおもろくもなかったわ。ぬるい？ぬるいですか？ぬるいかね？まあいいや。ああ、はい、すいません、お待たせしました。うわ、いや、ほんと、めちゃくちゃなんか、ぬるっていうか、むわってきますね、はい。ぼっちずりナンバーワンが、さんで、はい、23,900で、はい。総合のが、1位が、レイさん、38,500で、ミカ2位、ジクカニさん、ユーレンさん、フスマハさん、ホモレモンさんってことで、はい、おめでとうございます。暑いな、でも。この暑い昼間にね、窓開けても余計に熱気が入るかもしれないから、開けても意味ないんですよね。でもどこでしたっけ、ゴブリン。ここってね、よくね、リボン送りじゃないけどね、即死ね、帝王ね、殺させるならね、こっちの方が近いって言ってね。朝のうちに水まかないから。朝のうちに水、そんな凍らせたペットボトルと扇風機って涼しくなるんかな。どうでしょうね、うまく配置したら涼しくなるんですかね。ゴブ穴送りねえ、まあ、めんどくさいけど倒しちゃいましょうか。まあ、なるべくね、ルドン送りもしないようにはしたいですからね。大丈夫か。窓開けたら風が入ってくるんじゃない？いやー、風ないんじゃない？今日は風あります？風がないからね、やっぱり外もね、熱されてね、部屋の中も蒸し暑くなってんじゃないかね。ないね。ないです。
ああ。わかりませんけどまあね、芝に都合上どっかでね全滅してもおかしくないですからね。全滅したらね編成し直しもしなきゃいけないのも面倒なんですよね。何ですかギャーはともかく棒っていうのは。 MP も絶ポイントもちょっとありだし、いやそれは分かりますけど、わあそのギャーは分かるんですが、その後の棒ってのはどういう意味ですか。あららやめろ。スライムって何、まあ、魔法じゃないとダメでしたわー、やめろ。デスバレーの50度以上より日本の夏のが辛いってブログ見かけたよ。え？何？ちょっと待ってください。カリフォルニア州のデスバレーの50度以上より日本の夏のが、まあよく言いますよね。日本の夏っていうかね、湿気があるからね、きついってね。どうなんでしょう。暑い夏にね、来年とかオリンピックやってね、日本人ならともかくね、海外のね、オリンピック見に来る人が、冬の方がきつい。これ何でしたっけ、確かに。わー、こいつからロトンビスト、まずいな。大丈夫かね、パッパリしといた方がいいかね。まあ、窮地。硬いなぁ。パリーそっちじゃない、パリーしてんだからそっちじゃないじゃん。何やってくれてんの。オッケー、うーんそっちもまずい。テレズ死ぬ。こんな強かったっけ。気を抜くとすぐぽっくり行きそう。ねえ、行っちゃいますよ。行っちゃいますよ。深いと、まあ要するに湿気でしょ。ねえ、こんなに硬かったっけ。ああ、ようやくか。どうしよう、これ、下手に生き返らしたら、あ、でもあれかな。死体蹴りされたら余計にきついか。
から湯気出てるよ。湯気ね、冬だったら湯気ね出ることはあるんです。さすがに夏はね気温も暑いからそうそう湯気出ないでしょ。ちょちょちょ、あーまずいな、大丈夫かな。うわ、熱い。ラオみたいに戦って走ってるんだね。陶器ですか。強い。めちゃくちゃ死ぬじゃん。いや、そりゃ死んでも代わりはいるっちゃね、いますけど。どうすんでしたっけ。これってスーファミより難しくなってるの？それともぬるくなってる？そうですね、まあトータルで見たら圧倒的にそりゃねぬるくはなってますからね。いろいろ通過要素あるから、それにね積みそうになったらねあのデータ引き継いでね最初からとかもできますからね。ただねぬるくなってるけど僕の場合縛り入れてるからどっこいどっこいじゃないですか。エルダーボーそか、わら、装備のステアップバグがなくなった。何？装備のステアップバグ？どんなの？聞いたことない。装備のステアップバグ、そんなのありましたっけ？ステアップ？ちょっとわかんない。そんなのありましたっけ。詰まったら引き継ぎメンゲームとかできるし、ぬるくなったといえばぬるくなった、ね、スーファミは表示より1少ない、1上がるやつは0。スーファミは表示より1少ない、1上がるやつは0。ステアじゃあ何だから、リメイク版ではちゃんと修正されてるってことでいいんですかね。あーでもそうか、表示より1少ない、うん、されてるよ。されてる。あ出た、開始時期下の5容器も修正されてる。ああ、そうなんだ。じゃあ何、正しく表示はされてるってことでしょう、うん、表示的に数値的に。あ間違えた、まあいいよ。あーもったいない。ターゲットちょ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 、あーここってボス倒せば一応終わりですよね。ボ
スがどこだったか覚えてないけど。平穏一回全滅するごとにカラオケしてくれますか？いや、嫌ですよ。なんでそんなこと。あれ、暗闇って聞かない？あ、そんなに、でも結構強くなってるからダメージ入るようにはある程度。宿ってただ使えるんでしたね。そういえばロマサガさんリメイクってどうなった？さあさあよくわかんないけど黒歴史になったっぽいですけどね。どうなったんでしょう。2019年初頭ってね、なんか情報は出てたんですけど、そこから音沙汰がね全くないから、どうなったんでしょう。えく、もうだ、まあ、いつか出るかもね、知れませんけど、いつ出るかまではね、ちょっと僕も。ロマサガにって逃げれば逃げるほど辛くなるのに。うん、ああ、だからさ、最低限にしてますよ、さすがに。FF7 リメイクみたいな感じか。まあ、いつか出るかもしれませんけど。ただのリマスターなのに仕事遅い。初頭から初心変更、そこから男が。ああ、そうなの。初心変更になったんだ。もう初心って時期もね、過ぎたでしょうし。出ないんですか。リメイクじゃなくリマスターなのか。まあ一応追加要素もありますよ。今年中に変わったよ。あ、今年中に変わったのはそう。なんかバグでも見つかったんかな。バグなんですかね。わかんないですけど。マスコン、トレード、この辺の変態プログラムが難しいんだってさ。ねえ、まあ本編と関係ないじゃないんですけどね。いっそのこと、なるほど。なくしたらなくしたで、まあやっぱ反対するっていうかクレーム来ますよね。モーションデータがないから一つずつ実際にゲームでモーション見て作ってるらしいよ。本編はパソコンになくできたとかなんとか。じゃあまあまあいつかはできるってことですよね。まあ気まね気長に待ってればいつか来るでしょ。ワッペンちょこちょこいじられるのくさ。前の机に肉体するのがそもそものマスターだし。まあでもちゃんと過去作のねリマスターっていうか移植だったら大丈夫じゃないんですかと思いたいけど。ビタ版の耳みたいなのが来たら完全やわ。
ビタ版の2ってどういうこと？キリリ県2、お、そうだな。なんで？なんか、ロマサが、何？ビタ版って変だったの？聖剣に、なんかあったって、あったの？よく知らないけど。キリリ県2のリメイクは許さない。何？そんなひどかったの？よく知らないけど。画面切り替えごとに4秒くらいロードはいる。マジっすか、そんなに。リメイクの音楽がパッとしなかったな、パッケージにまずアップでしてね。ここからまずおかしい。まあしょうがないじゃね。まあ開発ギリギリまでやるんだとね、やっぱりパッケージのね納期までね、どうしても間に合わないです。霊王集中してると同じフレーズ繰り返すから、はい、ライブアライブ SF 編の感情を思い出すわ。僕ライブアライブやったことないからわかんないけど、まあ確かに同じねフレーズ繰り返すかもですが、口癖だと思って許して。数時間に一度原因不明のアプリ落ち。そんなことあるの？キリリ県2のリメイクの音楽ね。そうなの？やってないから何とも言えませんが、そんなにひどい？あ、返しよう。出た、こんなん。いけ、マッチョ。トイランじゃなくなった、こんなん。なんかすごいネタにされてますよね、こんなんってね、なんか。あぶねえ、なに、緑じゃね？ほんとだ、わら。なんで緑になったら自分攻撃、自分って攻撃しないんでしたっけ、自分って対象にならないんでしたっけ、赤になってからでしたっけ、また落ちちゃったけど。緑は一応こっちも来る。まあ本当ですか、3段階あるんですよね。で倒した。発売前はめっちゃ元気だったツイッターが発売後4位だよに沈黙したのを見て笑った。いや、笑えないでしょ。赤トーンな、赤コンランね。とりあえずこれで一応。ただいまです。狂気ありますか？はい、ありません。ここは取ってんの。ありますね。ありませんよ。どうすりゃあるの？はい。じゃあ、行くしかないですよね。てか、ねえ、クジンシー倒さないとね、ストーリー、ねえ、進められませんからね、ジェラール的に。手術マッサージはありますか？ありませんね。RTA なのに、今日クリナイとかふざけてるの？てか、ね、RTA じゃないのに RTA とかってふざけてるの？そちらがふざけてますね。何？ RTA？ ん？初回放送だから寝ないって、そんなこと誰も言ってません。なんで初回放送で寝ないって寝ちゃいけないんですか？最悪なバグは全滅と同時にエリアイドルだと深刻で、そんなのあるんですか？いや、それってなかなか滅多にないね、レアなパターンでしょうからね。結局金使わない縛りになってる。まあいいや。行きましょう。あぶねえ、まあ、勝てるには勝てると思うんですがね、よっぽど事故らなければ。
これね、ねもう。バグまで移植してんじゃねえよ。これが全体の8割くらいのお言葉。そうですか。まあ、バグというかね、結構なんか、直ってない部分が多いみたいな意見もあったような気がしたんですよ。あー出た、催眠野郎だ。ちょダメだな、囲まれちゃうな。催眠の見切りはね、なるべく早く欲しいっちゃ欲しいですけど、なんか行きつけの美容院の店員が全員偽名を使うことになってた。どういうこと、なんで、なんで偽名、どうして、なんでネットで何さらされるとかあるから、美容院で変なカットされたからてね、店員の名前さらしますとかで、そういうことホストみたいな、わかんない、検事だよ。で本名検索して連絡したり電話かけたりする客がいたそうな。本当それは帝王さんにストーカーされたからでしょ。違いますよ、ストーカー対策かな。なんで僕と美容院の店員さんが接する機会があるんですか。美容院なんか生まれてこの方ね、行ったことありませんからね。帝王やったの。やってませんね。でも本当そういうのね、本当個人情報だよね、ソーシャルね、すぐに晒すっていうかね、そういうの考えようね、考えもんですよね。やっぱり個人情報はね、なるべく嫌ですよ。担当する帝王と申します。よろしくお願いしますとか言われるのか。どうでしょうね。見切ってくれんかな。そもそもスーツで本名さらす方がどうかしてるぜ。ねえ、まあ。ね、ネットの時代からね、そんなね、インターネットがあれした時、ね、時だって、そうそう、個人情報ね、さらすのはね、危険だって分かってたと思うんですよ。なんで SNS だからってね、個人情報さらそうみたいなね、流れに作ろうとしたのかよく分かりませんがね、本当。フェイスブックが悪い。フェイスブックですかね。近所の美容室行った時に一人一人自己紹介されてもう二度と行かなかった。え？そんなことする美容院もあんの？自己紹介とか別にいらないと思うんですがね。本名書いてるプリクラのジャム乗せて名前バレた怖いとか言ってる頭を変えばだけなやつとかいるからな。スーツはストレスになるから絶対やらん。ああね、僕もだからストレスにはなるかわかんないけど、めんどくさいからね、やってもね、だから僕もやらないんです、そういうのは。あ、強い。ないとか。待って。回復した方がいい。高い帝王さんは本名でしょ。はい。やらないとやらないは別物だけどね。帝王って名前が本名とかありえないでしょ。やらないとやれないは別物。まあ確かに僕の場合ね、あんまりやり方分かってないっていうのも事実ですが、まあやり方分かってもやらんでしょう。帝王を並び替えたら本名になるってわざは本当ですか。いやこれはまずいな、ちょっと逃げよう、さすがに逃げよう。何本名になるってそんなわけないでしょ。うわー
配信者報告のためにツイッターくらい流行るべ。配信者報告のためにでもやりたくないんですよ。353個目さんいらっしゃいますよ。はい、こんにちは。ミッドブレイク低かったな。ファイヤーゴー。だって報告するだけだったらね、ね、コミュニティのお知らせで、ね、何か書けばいいだけじゃないですか、ね、何もわざわざツイッターで、ね、やる必要がないというかね。どうしよう。あ、結構いくな。どう、知り合いの子供の名前黄緑、カオス、トダイヤ、ダイヤ、デス。マジですか。まあ今ね、そういうか、もう結構前からね、そういうキラキラネームって言うんでしたっけ。ねえ、いますけど。今どっこに見てみる人っていないって。え？いや、いなくてもいい。いや、やりませんよ。めんどくさいから。待ち打ち。カオスはさすがにドン引き。カオスね。ミーア、これ怖すぎだろ。ミーア、うわ。どうなんでしょうね。自分がそんな名前付けられて喜ぶんですかね。絶対。ねえ、子供なんか絶対そういう名前ね、バカにっていうかね、茶化されて、ねえ、いじめの口実になると思うんですがね。ですかね、関数字の321でミニーちゃんは笑った。マジですか。光中と書いてピカチュウは。あ、なんかそんなのも、うわ、もう普通にデニューになってきた。マジいな。子供をペットとかと勘違いしてる痛い奴らなんだろう。衝撃予想。ねえ、衝撃どうでしょう。親の性格引き継いでるからずぶとくはなるんじゃないの。いや硬いな。一般的に普通と感じる名前がいじめの対象になる衝撃の事実。普通とか、ああ確かに。まあ確かにいじめでね、亡くなるような人の名前ってね、あんまりキラキラネームで聞かないですよね。キラキラネームだからこそ、何ですかね、そのまあいじめられてもたくましくなるんですかね。よくわからんけど。確かに。まあやっぱり、まあそもそもキラキラネームね、つけるような親がね、もうタフですからね。そういうね、タフな親にね、育てられるってことは逆にね、良いかもしれないっていうか。田中お子様、これが名前だった人がちょっと話題になったよね。はい、そんな人もいるの。うまいこと言いますね。そうですかね。わかんないけど。そんな名前つける親がシクレームつけて学校問題にするでしょう。逆に、逆転裁判に出てきたマックス、ギャラクティカの本名は山田康平だぞ。まあそれは別に、ね、普通、そっちの方がまあ普通じゃ普通っぽいっていうか。こういうとこで晒すやつがいるから変な名前はやばいな。ねえ、372人込みさんいらっしゃいまして、こんにちは。まあ僕の場合ね、そんな自分の子供のね、名付けようってね、機会がないからいいんですが、やばくないですよ。ち、また来たのか。私の技は見切ることは不可能。なぜなら受けた者は必ず死ぬのだからな。親父と兄貴の後を追え。いや、負けないでしょ、さすがに。こいつに負ける通常プレイでもこいつにここで負ける人ってあんまりいないじゃない。
まあたまにあるかもしれません。レイオン早いエムブレムでキャラ読んじゃったからやる気なくなっちゃった。でもこいつ混乱効くかね、効かないでしょ。マキウチソシャゲでぶっ壊れ性能にしてもらえた婦人審査員。そうなの、ソシャゲの方は全くね、ノータッチだから分かりませんが、どう二段切り、よし。このままゴリ押せばいけるでしょ。どりゃOK、腕を上げたものだ。違う。どりゃ。だがこの技はかわせまい。くらえ。ソウルスティール。お前のセイントに同じ技二度通用しない。そうですね、リアクションないっていうか反応がないからね、ちょっとあってもよかったかもですね。何がハですか。ソウルスティール。バカめ、同じ技が二度も通用すると思うか。ウィンドカッター確認なんですかね。ああ、そしたらもうやめるんだ。見返してくんだね。じゃあもうやらないってこと。ドン。まだ結構しぶといですね。ああ、もう切れちゃった。そろそろだじゃないの。まだ、ああ、やべえ。あー、これどこか、まあよかった。ドン。こんなはずでは勝った。ところで、ソーモンの指輪取ったの？うん、取りましたよね。くそー、この俺がやられるとは。なんで勝手なんていうか、なんで待ちなきゃいけないんですか。この俺が、パワーを蓄えるためにまた長い間眠らねばならぬのか。だがまだ死んだわけではないぞ。復讐してやるぞ、必ずな。父上、兄上、仇は取りました。だが苦人氏のやつ気になる聖ゼリフだったな。死んだ者が生き返るはずもないか。これで勝ったと思うなよ。ソーモンのダッシュにより北バレンヌの制圧はなり、南バレンヌへの進出が可能となったの。復讐は大事です、ね。最後に残すと厄介な7英雄って誰だろう。誰でしょう。クジンシーね、結局でもね、ソウルスティールあれするからね、見切りは必要でしょうし、誰なんでしょうね。ジェラール様のご活躍で国内の混乱も静まりました。レオン様、ミッドール様が亡くなられてから1年が経ちました。クジンシー倒すと左下以外に入ったやつじゃない。アバロのそのって なんかメリットありましたっけ。お金が増えるぐらいしか覚えてないんですが、他になんかメリットあります。どうせお金増えたってね、何もやることっていうかね、お金使い道がないからね。お金増えるだけですよね。だから別に入っちゃダメってことはないんですよね。パジャマ卒業ありがとうございます。七英雄って設定ね、言ってかっこいいですよね。
そろそろ行動を起こしても差し支えないかと思います。そうだな、いつまでもアボロンに落ち着いているわけにもいかないだろうな。では情報を聞かせてくれ。南バレンにかつて帝国が築いた帝王さんだからコッコもギリギリにするのかなと。え、いやコッコギリギリっていうか、だからお金を全く使わないからお金はだからお金を使わないってことの低予算ですから。だから武器開発とかもね、あの術研究所とかも一切建てね、お金使わないって意味の縛りなんだよ。南バレンにはかつて帝国が築いたビクトール運河がございます。しかし、しかし現在そこには何者かが要塞を築き、運河の通行権を支配しております。南方のルドン地方には貴重な宝石を、産する鉱山がありました。現状わかりませんが、帝国の財産に寄与することは間違いありません。国庫は潤うけど還元しない、ね、ビクトール運河か。よし、南バレンには進出だ。どうしましょう。これ話聞かなくてもいいんでしたっけ。泥棒ってまだ出てない。泥棒って話聞いた方がいいんですかね。次ジェラールでやるね。やっぱりもう行け。あ、アバロの町に、あ、行ったか。アバロもうは勝てないでしょさ。せい絶対勝てないでしょ。僕か勝った機会ない、勝った覚えがないっていうか。アバロの町に泥棒が増えたようです。なかなか捕まえることができません。じゃあその泥棒さんを捕まえてあげましょうかね。ちょっとお仕置きを。これで大丈夫でしょうね、多分。まあ一応セーブしておきましょう。お仕置き、犬を。さあ、悪い子猫ちゃんはどこにいるのかなと。あ、ダメか、出ちゃう。帝王の戦隊。あれ、ちょっと待って。ん？あれ、これ、あ、何？で、出ちゃったら戻、うん、ダメなんだ。そうですか。僕は清純で、おとなしめな子の方が好きですけど。あれ、これ、ダメなんだ。出ちゃったら、無条件で。え？いや、大丈夫っしょ？え？嘘？え？大丈夫っしょ？で、どこでしたっけ、どっかのね、煙突から。ロマサガースのキャットの立ち絵かわいいよ。もうダメだ、おしまいだ。何いや、これか、仮にこれが失敗だからっておしまいってわけじゃないでしょう。どこでしたっけ、あ、こっち上、これでしたっけ。おとなしそうな女が今日好きで好きで仕方なかったって理由で男の腹を刺してたよ。どのアニメですか、どのゲームですか。マップ変えたのか。あ、変わったのかね。ここお前だな、アバロンの町で盗みを働いていたのは。皇帝、どうしてここがバレたの。待て、バイバイ。10万、畜生、泥棒め。あ、いたいた。似てる、ニュースでやってた。ドジなシーフだな、本当に。モンスターに捕まったな。仕方がない、助けよう。ははっ、ざまあみろ。助けてあげましょう。モンスターども、お前たちの相手はこっちだ。あ、本当？まあよくある話っちゃ話ですがね、大丈夫か。お人よしね、皇帝さん。でも借りができちゃったわね。私に用があるときは、酒場の親父に子猫のことを聞いてみるといいわ。おやすみ、皇帝さん。酒場そんなあれありましたっけ。酒場か。ゲホゲホ。あれ、こっちじゃん、こっちか。屋根の上でダッシュ禁止、父ちゃん。でもダッシュしなきゃ渡れないもんね。
ここで放置すると何百年経っても吹けないキャット。え、そうなの。へえ、ああ入れた方がいいで、入れたっていうかね、ね、一応シティシーフもね、人形覚えますからね。まあどうせでしたっけ、まず酒場行って行っていくの。いらっしゃいませ、子猫は元気、墓地へ行って墓守に聞いてください。ここの配信はツイッターやるべき言っただけで NG 入れられるのか。え、いや、入れてないでしょ。だ、誰どうでぬっころされるのよ。何 NG 入れてませんよ。だ、なんで NG って。だ、誰どの人。別に今日は NG 入れてませんよね。え、大丈夫ですよ。塔でね、殺されるなよっていう方、塔ってどこの。まあわかるけど。はい、どうも、ひのこさんいらっしゃいませ、こんにちは。今日は、うん、昨日は入れましたよ。破壊。何用だ。運河要塞に潜入して、内情を調べてほしいのだ。霊金は弾むぞ。皇帝陛下じきじきのご依頼とは恐れ入るが、それは受けられねえな。信用できねえ。昨日、ちょっとね。ただし、なんだ。8回も NG に入れたの？昨日。8も、いや、8じゃない。どうかね。ちょっと待って。NG なん、昨日どんぐらい入れた？ NG 設定。でも今入ってるの一人だけ？一人だけですよ、NG。一人、いや、でも昨日2、3人入れたんですけどね。なんでしょう、捨てアカだったんですかね。アカウント削除して、また消して、みたいな、やったんですかね。やっぱ嵐あるね、ろくな人いませんよね。地下墓地の入り口にタコみたいなモンスターが住み着いてな、そいつを倒してくれれば考えないでもないな。お安い御用だ。しょうがない。うふふ。おや、新名番かな。我々はただの泥棒ではないのですよ。タコ先生でひらめきやる？ねえ。私を追う怖い。まあ、いや、あんまりそういうのは やらない方がいいでしょう。ここはシーフリードアバロンの裏の顔といったところですな。アバロン、うるわしの。アバロン、うるわしの。で、どこでしたっけ？あれか、あれが、そのタコか。ここからもう一応ね、まあ、セーバーするけど、もう死んだらおしまいでね、一応。まあ、最終工程以外は一応人生縛りでやろうかなと、まあ、思ってます。さっきの安壁に練り込ませないの？何言ってんですか？アバロン、ええー、そういうのいいです。壁に練り込ませないでよ、優しい。はい、426個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。はい、上海さんもいらっしゃいませ、どうもこんにちは。なんかね、技そろそろひらめいてくれてもいいと思うんですがね。タコ先生になんとかしてもらう。一発勝負でひらめきが。はい。なんだけど、迷宮新曲食リアの放送っていつだっけ？ディープワン先生だっけ？はい、400、ディープワンですね。そうですね。はい。429個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。あの、迷宮組曲はただのお試しですから、配信でやる予定は今んとこありませんから。まあ、どうしてもあれで続きが気になるな、ね、次回アンケとかであれに入れてください。じゃあ行きましょうか。うわー、ぬるぬるしてる。どうしよう、じゃあ
通常の殴りの方がいいんですよ、ね。ディープワン先生は同情な上に星屑のローブまでお持ちになっている。星屑のローブとかあるの？迷宮組曲 RTA よろしくお願いします。いや、RTA は無理ですね。あ、やべ。あ、影塗り。当たらん。どう？うわ、めちゃくちゃ再生するし。いやー、まずいな。まひっちゃってる。これどうでしたっけ？イドブレイク効くんでしたっけ？フェイ。うわぁ、死ぬ。あ、ちょっとやばいんじゃない？ちょっと、やばいんじゃない？ちょっとやばいんじゃない？ちょっとやばいんじゃない？これ。まずい。ディープワンにやられちゃう？まさか。ちょ。危ない、ちょ。回復しろ。よし、来た。何？日本撃ち。ゾーン。よし。ペイ。ああ、死体で、まあまあいいや。よし。どうしよう。ねえ、パリした方がいいかな、さすがに。どうしてじゃあ、死んだ。まずい。まずいぞ。まずいぞ。まずいぞ。さすがにちょっと。ここで、ちょっとどうなんの死んだらっていうか、ここであれしたら、シティチーフのイベントは引き継がれるの危ねえ、勝った勝った。危ねえ。俺、この先って、墓ですよね、多分。だから今帰っていいんですよね。ほら、倒してきたぞ。厄介者は始末してくれたようだな。どうして勝ったんて。始末してくれたようだな。約束通り協力したいんだが、そんな危険な仕事を引き受ける奴がいない。私がやるわ。本気か、キャット。借りがあるのよ、皇帝さんに。運が寄せて、待ってるわ。うふ。これで、ステータスは回復してるんでしたっけ？ダメか。まあ言ってそこまで減ってねえけど。いや、LP がやばいな、特にね、テレーズも。ウフなんて言ってないか。気のせいですよ。僕が言いたいから言っただけですよ。ウフって。飯がまずくなるからやめろ。吐かないで。はい、440個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。じゃあ行きましょうか。運が寄せ。これあれしたら年代ジャンプするんですかね。わらわら。ニーベル、まあ、ニーベル後回しでいいでしょう。4人しか寝てない宿や。いや、後の1人はどっか行ったんじゃない。どこでしたっけ。いた。皇帝さん、陛下、見せました。隣の部屋へ来てください。まあ、運河要塞ね、攻略ね、3パターンありますがね、あと、ね、樽で侵入してとか、ね、あと、僕はやったことないけどね、ここのもうね、正攻法で正面突破と、ね、どのぐらい手間かかるか知りませんが。あれ？こっちでしたっけ？あれ？ここです。ボスの部屋は3階です。目印を置いておきました。ご無事で。まあ、ここからもう一発勝負ですからね。誰でしたっけ、ボス。名前、覚えてないけど。妖刀流行。これ強いんでしたっけ？強いっていうか、まあ、ちょっと強いかな。攻撃力はでも一緒？あ、長剣よりは強いか。
場所あれだし、ね、建物内は敵がいないからめちゃくちゃね楽ですからね。あーでもちょっとはいちょっとはいるんだ。他ね、スターストーン何でしてるところ、うわー全くないな。っていうかターゲットって何でしたっけ、ターゲットって盾、盾っていうかガーダでしたっけ、つけた方がいいかな。これ武器によって盾使わなくなったりとかあるんだっけ。うん、ああそうなの、へえ、ああそうですね、盾は多分片手持ちの武器でないとね、多分盾術使うターン盾使わないよ。え、術使うターン、あそうなの、じゃあ意味ないんだ。まあ殴る時もあるけど、そうなのか。スターストーンは熱に強かったような、ロマサガでは術も両手扱い、熱に強かった、取っといた方がいいですね。まあね、まあ今あれでしょうけどね、ワグナス戦とか見据えたら熱耐性は欲しいでしょうからね。なぜか知らないけどね、買い物禁止の縛りもね入っちゃいましたからね。本当に戦利品ね、貴重に扱わないと。これ何でしたっけ、何、じゃあ行きましょうか。いやセーブしてもしょうがないけど、なんとなくセーブしたい。何でしたっけ、パイロレックスでしたっけ、ソーモンの空人士を倒し日の出の勢いであるそうだが、それもここまでだな。空人士は七英雄でも小物、我が主牧王様こそ真の英雄よ。牧王様の片腕としてこの要塞を預かる私が始末してやろう。ね、このあのパイロレックスがねボスなんですが、さーてどうしよう、先やっちゃった方がいいのかな。ミヤスクに風の間防御力高めよ、どうしようかね、まあ、慎重に行くべきですかね。あれ武器、あれ、あーこれ体験なんだ、どうしよう、カリスにします。いやー怖いな、一発勝負ですからね、事故る可能性もねなきにしもあらずですから。出て、あやべ、あやられた、まずい、傷薬ないぞ、しかもセルフバーニング、まあ弓だったら大丈夫、パンクラッシュパリー、ナイス、まずいな、ちょっと傷薬持ってないですよね、どうしよう、あでも弓だったら大丈夫でしょうかね。ライフボール、暗闇になれ。ポイズンなるブロー。あ、やめ、やめ。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。人生はソウルスピールの見切りなければ最強だよ。ああ、そうですか。ちょ、ちょ、まずいな。攻めるか。まずいなんて。いやー、やっつけないとですよね。頼む。もちろん。まだ？危ねえ。暗闇、様様。巻き打ち。よし。テオンはコップ。はい、どうも、テオンの分身さんいらっしゃいませ。今、パイロレックス戦ですね。どりゃ、落ちろー！よーし。どう？もうゴリ寄せ、ゴリ寄せしかない、いけ、いけるでしょう。どりゃ、いけ、どりゃ、
はい、勝ち。言ってもいいのよ。褒美を取らせよ。いえ、要塞の宝箱から十分いただきましたから。そうですかね。そうか、抜け目ないな。はははは。これで年代飛ぶかな。ビクトルの帝国は前世紀の領土。わかんないな。大丈夫。一応積んだら、89年後、やっぱ飛ぶか。どうしましょうね。誰にしよう。魔法ってでも、年代ジャンプしたらでも、アンケ。アンケ、なんで皆さんそんなまずいことしようとするんですか？飛びたくないの？飛びたくないのってどういうこと？アンケ、いいでしょ。したいアンケ。検証すると、継承する、前と継承する、後ろの能力の高い方が継がれんでしたっけ？あ、年代？もうちょっとやりたかったっていうか、どうしましょう。じゃあシーフで。あーシーフ。いや、ちょっと、いや、それだったらね、術使いできれば皇帝にね、生命の水持たせたいんですよね。これ、ライブラって、どうですか？水の魔法って覚えますかね？ダメかね？これわかんないですかね？できればライブラしたいんですが。魔法使える職業って結構ね、借りられるでしょうから。いいですかね？ライブラで一発勝負っていうか。どうかな？術さえね、覚えちゃえば、あとは、他の工程でも。くゃ。やるぞ。どうなの？能力値的には。やっぱ火になっちゃうのか。結構きついかな。水持ちっていうか、やっぱり皇帝の方の術が継がれるんですよね、多分。ダイブラが何の術使えたか分かんない。これって洗脳なの？ファイアボール教わったから無理？無理？もうダメだな。襲わない方が良かったってこと？覚えてるから一生覚えられないね。マジっすか。さっき覚えてるのか、まだ無理だな。失敗したな。まあ、なんとか信じたい。ならなかったら、まあしょうがない。やり直しってか、データ引き継いでやり直し。死ねばいいってな、ダメなんでしょ。死んでもダメなんでしょ。まあいいや、とりあえず行きましょう。なんか情報、あれかね。なんか情報ありますか？情報を集めております。あ、ルドンは後回しでもいいんですね。現状わかりませんが。オレオン海の向こうに、カンバーランド？ホーリーオーダーか。ビットルンガを開通しましたが、攻撃は思わしかありません。どっちでしょうね。どっちにしましょうか。もう傷薬でええやん。傷薬でなんとかするしかないんですよね。楽しんでいますが。どっちでしょうね。やっぱり武装初戦団先ですかね。やるとしたら、迷いますね。ホーリーローダー、ただイベント発生したらあれなんでしたっけね。え、年代ジャンプしたらねえ、滅んじゃうから、やっぱそっち先やんなきゃダメなんですかね。何がですか？すごいラグですね。どうしようかね、誰に言おうかな。あ、本当にそう。あ、ねえ、確かイベント中にね、途中で戻ったらアウトなんでしたっけ。誰入れるのかな。やっぱり魔術師でもあれか、同じ食料ってダメなんでしたっけ。ね
多分ねえ代表としてで、こっちはひだからダメなんですよね。しくじったかな。あ、そうなの。あ、素早さ依存。でもやっぱ壁役欲しいでしょ。どうしよう、やっぱあとフリーファイター欲しいですかね。女でも入れてみる。C で。剣が得意。こっちはおらんよ。あらりせ禁止なんだね、わら。まあ最終工程はちょっと無理でしょうけど、全滅したらね、一応これね、その潰し用じゃないから。どうしよう、弓か。ただ弓ね、一応さっき覚えたけど、弓、今何人、3人入れなきゃですよね、どっちか。追加ダンジョンは美味しいの？多分やりようによってはね、多分美味しいでしょうから、まあ追加ダンジョンはなるべくやらないようにはしますが、でもあんまり入り物見できるほどね、兵士の数少ないですからね、使うかしょうがない。まあしょうがない。あとはとりあえず倉庫行って、ステ4上がるアクセとカール追加。まあね、多分強い装備もねあるでしょうからね。何、 IA にっちゃねえ、追加食料も一応ありますからね。どうしよう、何になってるの。剣メイスダメなんだ。でも術メインで鍛えたら、ああ、風か。ああ、火もったいないな。やっちゃったな。どうしよう。研究所ね、忘れるとかしないと無理ですからね。クリアできるかな。頑張るしかないですからね。まあ、悔いてもしょうがない。どうしようかな。名刺でいいかな、武器。コンボのが強いんでしたっけ、あれ。名刺、メイスが7で、コンボは、あと何でしょうね。そうも指輪でいいかな。シルバーリングがすごい。なんで X であれなんだ。どうしダメなんですね。フルーレ使わせてね。あー、どのみち術はあれか。だって、あ、フルーレこっちか。
じゃダメですよね。タブレット。こんな感じですかね。あと、技だけ。技だけ覚えて。時間的にどうでしょうね。今日ここで終わりましょうか。10秒でもそこまで10秒大事ですかね。どのくらいの数値でね、どの程度っていうのが分かんないから、じゃあ何、例えばこれ陣形で、例えばね、インペリアルでどうなんでしたっけ。すごく狙われやすい。行動してから自動で重さの半分が素早さマイナス。これどうしよう。 あえて何、ライブラを先頭に行って、あ、ライブラできねえのか。どうしよう、誰にじゃあ、アグネス、アメジスト、おらんよ。でも、早い。あえて剣、でも剣の適性ないでしょ。パリーとかディフレ、それだったらでも何、まだ、オライオンだったら、あれってこと？オライオンのディフレクトでしのぐって方が、建設的ってことですか。ましょう。どっち行くかな。せっかくだからリスナーさんにアンケートで決めてもらいましょうか。あ、でもカンバランドやりますか。カンバランド先のがいいのかな。本当はね、武装するね、小戦だとと仲間に、あ、本当できます。どうしましょう。カンバランドでも、ホーリーオーダー欲しいですよね。加速。加速って何？じゃあ、アンケする？